はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。この動画はちょっと報告動画なんですけれども、メインに上がってるかサブに上がってるかまあわかんないけど、多分サブかな。皆さん気づきました？カズマックスのコーヒーチャンネル、今までずっとこの名前でやってきましたけど、実は名前が変わってるんですよ。コーヒーワールドになりました。まあそんな大した差じゃないんだけどね、ほんとちょっとしたことなんだけど、まあタイトルなんて気にしないよって人もいると思うんだけど、まあちょっと報告させてください。はい、だいぶ前から考えていたんですよね、チャンネル名を。まあちょっと変えたいなと。もともとね、まあ、コーヒーチャンネルを始めた時に何だったかな、最初はね確か YouTube だか Google だか、そのアカウント名がね日本語に対応してなかったのかな。だから最初カズマックスコーヒーってこういう字だったんですよ。でそれでやっていたんだけど、なんか日本語に対応したってなってだったかな、確か。それでなんかのきっかけがあって、こうカズマックスのコーヒーチャンネルに変えたんだけど、まあ、この名前もねちょっと考えていて、理由があってさ、カズマックスのコーヒーチャンネルなんですよ。メインはあくまでコーヒーって、コーヒーチャンネルのカズマックスさんじゃなくて、あのツイッターの方はそういう名前なんだけど、あくまでコーヒーチャンネルの主役はコーヒーであって、まあ、僕はコーヒーを紹介させていただいているコーヒーさんに。あくまで主役はコーヒーという思いだったんですよ。今までずっとね。で、まあ今回名前を変えたわけなんだけど、まあちょっと名前が長かったんだよね、ずっと。広く、日本だけでなくね、まあ世界の方も見てくださっているんで、まあちょっとわかりやすいようにしたいなと思って、カズマックスのコーヒーチャンネル、日本語の後にこうコーヒーチャンネルって英語でつけていたから、長ったらしくてさ、ちょっとなんか変えたいなと思って、考えていたんだけど、まあ、今回、コーヒーワールド。まあ、チャンネルがちょっと邪魔かなと思って。なんとかチャンネルってさ、もう分かりきてるじゃん、チャンネルって。もう別にここいらないかなと思ってさ。で、一回コーヒーワールドだけにしようかなとも思ったんだけど、分かりやすくさ、ピースフル求人みたいに。だけど、ちょっと一回やってみたんだけど、なんかこう、さっぱりしすぎちゃって。まあ、カズマックス、まあ、入れてもいいかなと思って、はい、カズマックスのコーヒーワールドになりました。まあ、世界にという意味と、まあ、僕のやってきた、コーヒーの世界、僕だけのね小さな世界ですけども、まあ、そこをちょっとお伝えしていけたらなと思って、まあ、コーヒーワールドになりました。まあ、ちょっといろいろ考えてね、チャンネル名って大事だからね、まあ、なかなかこう変えないじゃないですか普通。ヒカキン TV だってずっとヒカキン TV だしね、瀬戸康史さんとかさ、まあ単純に個人名だったりもするし、なんちゃら TV とかなんちゃらチャンネルとかの場合もあるし、まあ多種いろいろ、まあ様々ですけど、まあ僕の場合は、まあ今だから変えたって感じですかね。やっとこうまともな動画を多少は作れるようになってきたかなと。最近ねようやく、まあ自分的に80点くらいの動画作れるようになってきたのかなと、自分的にね、思うようになってきて、昔はねひどかったからね、なかなかこううまくいかなくて探り探りで、自分的にこう頑張っても頑張ってもどうしても30点の動画しか作れなかったりだとかいろいろあったんですけどもまあちょっと節目として、まあそろそろチャンネル名変えてもいいかなと思って、はい、コーヒーワールドにしてみました。いくつかね、まあ、それまで候補はあったんだけどね、カフェチャンネルとか、コーヒー&ティーチャンネルとか、いろいろあったんですけど、まあまあまあ最終的にこうなりました。まあメインはやっぱりコーヒーですから、はい、まあ料理とか紅茶も、まあちょっとご要望もあったり、たまにね、あるんで、まあ時々やっていこうかなとは思ってるんですけど、まあやっぱり僕はコーヒーが好きなんで、はい。まあ、やっぱコーヒーワールド、コーヒーチャンネルでやっていきたいと思ってます。はい、というわけでまあそんだけなんですけれども、はい、チャンネル名を変えた経緯と、まあ、理由と、まあ、由来とそんな感じでございました。はい、これからもじゃあコーヒーワールドですね、よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。